はい、どうもおはようございます。で、僕がおはようございますって言ったらおはようございますなんですよ、皆さん。午後でやろうが、お昼ご飯を食べてようが、僕おはようございますって言ったら、ガンって時間が変わるんですよ。圧倒的引力により、まあ人口が 3% 減少するんですけどな。人口 3% をね、引き換えに。どれくらい減るか、300万人が死ぬぞ、日本で言ったら。やばいぞ。ということでね、今日はね、今日紹介するものどっちだと思う？みんな、ね、どっちだと思う？これだと思うじゃん。これなんだな。フェイク。でも絶対これ予測できたと思う。でも本当は血のりなんだ。まあ、血のりはね、こうやって耳垂らしてここ、まあ、まだ赤いっしょ。クソが。これ紹介しますよ。まあ、アイスティープレミアムモーニングってね。おはようございます。合ってた。これが僕がね、そのガチャガチャ飲みのガチャンコ能力で、僕が言ったことを周りが合わせてくれるっていう最強の能力者。まあね、そんなことよりもね、まあこれはね、いろいろ飲みの能力者によって色を抜かれたミルクティーでございます。ね、まあの飲んでいきましょう。あ、臭いっすね。なんかいい匂いの牛糞みたいな匂いがします。違うね、いい匂いのバフン。いい匂いのバフンの匂いがしますね。実際飲んでみたいと思います。やごい、まずまず何これ、あーまずい。しっかり飲みますよ、うん、あー痛い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 、あ、肝臓痛めた、うわー痛いよー。いやーもうこの一瞬の透明なミルクティー飲んで肝臓痛めてやないかい。何しとんじゃこら。ああ何がサントリーじゃな。あ人を不幸にする飲み物作っていいんか悪い。ということでね、次回の動画で会いましょう。バイバイ。